いつ発生するかわからない大地震などの自然災害。備えが震災後の生活や命に影響する。平成28年熊本地震の震災後に熊本市が行ったアンケート調査では、再度地震が発生した場合に心配に思うことでライフラインの途絶が建物の倒壊を上回った。寒い場合でも暖かい場合でも空調っていうのが非常に重要になると思います。ガスと電気が両方供給されないと、ちょっと本当の意味での避難所生活を確保できない。そこに今までのネックがあったと思いますね。大阪府寝屋川市の中学校では災害に備えある設備を導入した。避難所として想定される体育館にもやはり空調設備環境整備はしていくべきであろうということで、あとライフラインがガス水道電気、これが遮断された時にも避難所の空調として使えるということ、これが重要視ということで、今回導入をさせていただいたというところでございます。この設備は LP ガス、いわゆるプロパンガスを備蓄し、そのガスを利用して電気と都市ガス用機器を使えるようにする仕組み。 ITO 株式会社が提供する防災減災対応システム防月だ。他にも東京都足立区の小中学校や稲城市の学校給食センターなどで導入されている。学校は生徒の安全を守ると同時に地域の避難所としても重要な拠点となる。災害時には照明やテレビなどの電化製品、携帯電話の充電など電気は欠かせない。また調理のためのガスコンロや給湯器、風呂などガスの役割も大きい。近年ではガス空調の導入も進んでいる。電気とガス両方を復旧できる安心感は計り知れない。ボーゲッツを提供する ITO は1953年伊藤工機株式会社として設立。減圧弁をはじめとするさまざまなガス供給機器を手掛けているメーカーだ。 LP ガスで都市ガス用機器を使用できる移動式ガス発生設備を開発し、これまでも多くの震災で活躍してきた。開発型企業としてね、やっぱり品質市場というのは絶対的に頑張っていかないかん事項ですからね。まあそれによっていかなる経営の変化があってもですね、しっかりした企業文化を確立していくと、で社会に貢献するという意味ではね、これ一番大事なことではないでしょうかね。これまでの移動式ガス発生設備を誰でも簡単に操作できるように改良した新製品ニュー PA を中心にパッケージ化したシステムがボーゲッツだ。燃料の LP ガスは小スペースで大量の保管が可能で、劣化もしない備蓄には適した分散型エネルギーだ。ボーゲッツでは災害時にライフラインが途絶えても専門業者を呼ばずに自分たちの手で簡単に電気とガスの復旧が可能。まず LP ガス非常用ガス発電機を稼働させ電気を復旧。ニュー PA を稼働させ画面表示に従いタッチパネルを操作するだけで都市ガス用機器を使用できるようになる。生死を分けると言われている72時間のライフラインを確保することができる。学校や避難所のほか病院や介護施設などより緊急度の高い施設でも活躍が期待され、企業 BCP としても活用できるシステムだ。ボーゲッツの開発の意義の一つとして自助共助、要するに自分でそれでお互いに助け合うと、時にこういう設備が必要になる時が来るんじゃないかなと、まあ、できれば使う時がないことを願ってますけど、何かの時に役に立てるようにと、会社としてはそれを営業につなげていきたいなというふうに思います。自然災害の発生自体は避けることができないが、被害を抑えることは可能だ。最新の技術が多くの命を守る。